皆さんこんばんこばは、えー、ピクテジャパンの糸島ですすよろししくお願いいたします先ほど冒頭少し始まる前に会場の皆様にあのお話ししたと思うんですけども今日,日銀の上田さんの発言でマーケットまあ引き跡から大きく動いてるということなんで、ま、そこを簡単にどう考えているかということをお話しして、まあ、そこからお話をしていきたいと思います。で今日日銀で,です、ね、まず国会に 呼ばれてですね国会で、あのー、今年の上田さんがですよ年末から、えー、と来年明け、えー、チャレンジングな動きになる的なことを言ってでマーケットは多分この今、日本ってマイナス金利なんですねその金利をゼロに戻しますよってことを言うのが、まあ、少なくとも春以降だろうねというふうに言ったのが年末っていうキーワードがあったんでえすぐなのっていうことでまず反応があったということ。 だってもっとわかりやすいけど、その後ですね、えっ、ー、と、前回8月にですね、岸田さん、岸田総理ですね、総理と上田さんが会って、その後10月にまさにレンジの拡大とかありましたけども、まあ今日会ってるんですよ。また何か。で、コメントはですね、為替の話は一切してません。何もしてませんなんで、わ、まあ、かりませんけど、当然思惑出ますよね。何かあるんじゃないんですかと。 でじゃあこれいつ、これ今、為替で147から145まで来てるんで、やっぱ輸出産業にとってデメリットということなんで、まあ、短期的にはだから今、売りで株のマーケット、夜間、まあ今日の夜のアメリカとその後まあどういうふうになって帰ってくるか分かりませんけども、今、幻的にまあ400円、まあ通常でいけばそのまま来ると思うんですけども、まあ基本的にはあの私は下がったところ、まあいい買い場が来たのかなというふうに思ってるので、見方は変えてないです。で、さすがにちょっと、 前の方どうぞ大丈夫ですよはいええー、にですねに思っているということになりますでえっとそれでじゃあポイントなんですかっていうとマーケットアップ先読みもしていてで今あのー、あ日本の10年国債っていうのがまあ0.65から0.75ぐらいまでこれち,ちっちゃいですけど一応また長期に上がってるんですねここも まあちょっと行き過ぎかないと思いますけども、そういう反応をしていると。で、これを払拭するには、やっぱりその来年、私はやっぱり一今の今日の発言見てると、やっぱり年内はさすがにないと思ってます。で、えっ、ー、と、少し話を、昨日の話であ、日銀に興味ある方はご存知だと思いますけども、多角的レビューっていうのをやってたんですよ、日銀が。多角的レビュー。なんのこっちゃですけど、えー、過去25年間、 要するにどういうふうに日銀のこの政策をやってきて、まあ直近だと黒田総裁のバズーガもありましたよね。これがどうだったのかっていうことをですね、まあ検証していくと。で、一応、あの、中身はですね、報道陣、マスコミ関係者にはシャットアウト。あと、まあその学者とかエコノミストとかの方が見れるということになっているんですけども、まあその中で、まあ一応漏れ伝えるところ。 多分、個人名も出すなとかね、いろんな制約があるんですけれども、まあ、漏れしたいところ分かりやすく言うと、まあ、淡々とやってるなと。で、今日の話につなげていくと、まあ、ゆっくり準備を始めてるよなということが、まあ、見えたと思います。そういう中での発言だったんで、やっぱこう、思惑が思惑を呼ぶわけですね。多角定期レビューが始まり、次5月なんですけどね。で、また今、今日の話が国会であり、岸田さんと会って、何かしら動くでしょうと。で、今日先に、もうそういうことなんで、全然ちょっと順番が変わっちゃうので、 ここののところを言うしかないのでページ数でいきますと24ページになるんですけどここですね日銀政策決定会合12月1819に、えっと、あるんですけどもでこれ来週ですよねここでまあ多分多分何も出ないと思いますよただやっぱり準備してますよということを改めて言うのかどうかでやるとするならば。 今日ここがポイントなんですよやるとするならばどこなんですかっていうと1月のこの2223か3月1819この辺りじゃないですか、まあ、遅くとも4月の2526じゃないですかって言われていますその時に今の想定通りですねまあ12月が年末って言ってる僕はないと思いますよ。1819なかったら安心するかも分かりませんけども2 2 3月の18、19、まあ僕も多分この1月か3月かと思ってますけども、4月25、26の間で多分マイナス金利を解除したとしましょう。でも冷静に考えてください。マイナスがゼロになるだけなんで、金利が上がったわけではないんですよ。ただポイントはその後利上げいつするんですかってことも今マーケット折り込んでるんで、アメリカの日本の長金にもまあ0.1ポイントですけども上がり、そして今株も今日はその後引き跡は下がる反応してますけど、 じゃあそんんなな簡単に,気に入ってあげれないんですよ。マイナス金利を解除できるかどうかっていうのはその雇用だとかインフレとかいろんなことを見て決めましょうねなんでそことは別の世界それを日銀がはっきり言うと止まると思います。というので一応今これ145円っていうのはまあ行き過ぎかも分かりません、ね、短期的に。 ただまあ、その12月18日何を言うか。でも、そこでもはっきりしなくて、やっぱり1月か3月にマイナス金利を解除したときに、今度金利はもう今年は上げませんよと。当分様子見ますよって言えば安心するし、ということなんです。なんか根拠あるのかっていう。まあ、ここはポイントなんですけども、今、アメリカのですね、今長期金利がずっと、まあ、政策金利って上がってたじゃないですか。で、ずっと止まって、で、スキップして、今なくな、もう終わったんじゃないかなって、急に変わりましたよね。 えー、それまでの方はずっと上げ続けるって言ってた弱気な方がそこで今皆さん逆食らっちゃったわけですけども止まりましたと。で、アメリカのこの来年利下げがいつ始まるんですかって今そういう議論に変わってるんですよ。も、ま、う、あ、上げすぎてだいぶあの経済指標もついてきたし、じゃあいつ下げますかっていう時にいいですか。アメリカがだいたい6月ぐらい、弊社とかだいたい年王って見てたんで、まあ来年の6月ぐらい。 年王ぐらいと見てましたというのが、最近の論調が、いや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 、5月、4月、これくらいまで上がったんじゃないと。で、今、ここにある通り、アメリカの、えー、すいません。えっと、FOMC。で、今これパーって見ると、その春あたり、このあたり、3月19、20と、4月の35月1日。まあ、だから、6月ぐらいで、ここで、この辺かなっていうのは、このあたりに上がってきてるということなんで、 もしですよ、4月にもしアメリカが利下げをスタートするんだったら、いいですか。アメリカが金利下げるときに、日本は上げ,なく上げなくてもマイナスからゼロにするわけでしょ。逆方向ってことは、円高が一気に進んじゃうんですよ。まあ、それはさすがに避けたい。緩やかにしたい。すると、やはりアメリカが金利を下げてるときには、日本的に上げづらいんですよ。ズバリ。 まあ今は円安でね輸入物価が上がってもうよくは最近いろんなところで動画とかでも売ってるんですけどパスタの値段が上がったパンが値段が上がったっていうのが収まるからえ国民生活をしてやっとなんかちょっと輸入物が安くなったなって気はすると思うんですよ時間かかりますよでも逆の世界と逆の動きをするとやっぱりまずいんですよね。 だったら、もしアメリカが4月とかだったら、やっぱり3月か1月にしなきゃいけないし、3月だったら1月かもっていうことで、まあそうすると、この1月の22、23、3月の18、19っていうのが、今、えー、まあそこまで今日は記事とか書いてなかったですけども、多分明日日経とかでそういうことが出てくると思いますが、そういう動きになっているということです。まあなので、よくその為替の見通しどうですかとかありますけど、というかまあ、刻一刻と変わってきてると。 いうことで少し早まったということで、まず整理をしておきたいと思います。はい、じゃ、それでは日本株の方入っていきたいと思います。あ、ちなみにですから、こういったことが落ち着くと、日本株も当然ながら戻りやすい。逆にこう不安の間まあ、そういった意味でいくと1月か3月ぐらいまでの。やっぱり安いところ。 はやっぱりこうコツコツを買っていく買い損ねてる人はで今あのドッぽのバリエーションの高い株でなければ私は自己責任ですよだけど僕は持ち続けていいと思っていますというのを一応申し上げておいたいと思いますはいそれでは一応最初のほうに戻りますねすみません本当スタート前にあの本当は会場の皆さんといろいろ喋りたかったんですけど情報収集していてすいませんギリギリで。 まず株価なんですけどそうは言っても今、まあ、一応明日安く始まると思いますじゃあどうしましょうっていう中でやっぱりでもヒントはあるんですよあの皆さんがみんなが弱気の時に弱気になってもマーケットってそんな甘くないのでどんな勉強しても終わったことだけを勉強しても実は金融とか意味なくてこれから何が起きますかってことまで合わせて勉強しなきゃいけないという意味でいくとやっぱいろいろヒントはやっぱ見ていかなきゃいけない。 ここですね、今年の高値がですね、6月の19日が33772日経平均。で、終わり値の高値が33753だったんですけども、この11月20日、直近抜けたんですね。33853まであって、終わり値は600円台なんで抜けませんでしたので、これ3時の値段を書いて抜けてませんが、一応今年の高値をザラバ中だけでも取ったということは、上に行きたがってるっていうことは事実だと思います。 で、中身がなければ問題があるんですけども、後ほどご紹介しますが、まあ PR から見ても、まあ安くも高くもな、ね、い。で、PBR も実は毎回申し上げている東証の改革で、やっぱり僕は上がっていく方向だと思ってるんですよ。そして直近はですね、こちらにあるとおり、オレンジの線がちょっとこう、右下がりになって、一応抜けるかなってところであって、この直近、2日前にドーンと500円ぐらい下げて、 で、これ、昨日まで入れてるんで、戻って、今日また同じところまで、この、ちょうどこの線のところまで今日下がったぐらいですかね。で、今日、その面400円屋さんでこの辺りまで来てるということで、32,400円台が今、夜間の取引なんですけども、32,400円っていうのは、この1回ちょっと高値があった、11月6日の32766ってところを割ってるんで、 そういう意味でちょっとずるっときたなということで今投げが投げを呼んでるということです。でここ数日のこの500円以上の上げまだ今日の大きな下げ何ですかっていうとあのメジャー S q っていうのがあってですねあの3月6月9月12月のまあ第2金曜日の朝っていうのがそういった取引なんですよ。いろんな思惑があって3万 例え4000円超えたらすごく儲かるとか、下がったらいくら儲かるとか、そういうふうに皆さんポジションを組んでいて、もう、何が最後、生産しなきゃいけない時なんですよ、その思惑で、上がると買う、下がると売るっていうのがあって、明日起こるので、そういった意味では、きょえこの日銀の話が先に出たのが良かったかも分かりません、一時的には。それで一応、来るんで、買いたいなって方は、まだ下がるリスクはあると思いますよ。 でもまあそこから買っていっていいのかなって感じなんで僕は一応おしめ買いで明日からはまあ今日も買っていってもいいと思うんですけど今日,今日明日明後日まあもしかしたらその18日まで続くかもわかりませんけれどもそこまで買いなのかなっていうことですあとさっきちょっと,えっとさっき日銀の話をしましたけどもあのもう一つ明日の朝が大事な S 級そこでだいたい相場の転換期になることが多いんですよそれは時給関係があるからそれと明日の夜 8日は雇用統計っていうアメリカがあってそこ皆さん注目してるんですね結構あのまろやかな数字が出そうなんで株式マーケットにとってはポイティブじゃないかということでアメリカの長期に4.1まで10年差は大きく下がって、まあ、結構あの前向きに評価してるんで少しでもなんか強い数字だとまたアメリカ間も下落する可能性もありますがここをうまく超えると逆に雇用統計があって 今度 FOMC があるっていう,ふうに先申しし上げましたけど来週はアメリカ FOMC の州日銀政策決定会合みたいな州なんでそれがありそしてアメリカの来週の金曜日はアメリカの今度はメジャー S 級なんですよですから今週来週っていうのはあの要するにいろんな世界中のですね投資家のポジションが大きく変わるところそういうところなんでまあこうブレて気が気じゃない方もいるかも分かりませんけども投資としてはブレた方がチャンスが増えてるというふうに前向きに私は捉えていますと。 ということを申し上げますなので一応まだそうは言ってもですねこのトレンドは上がってきてるということなんで抜けてますねっていうことが一つでここからちょっと早くいきますでそしてもう一つあのお見せしたいのがこの次のページですけども、えっと、ここにあるとおりここのこれ緑のところこの辺りはですね、えっと、トピックスなんですけども,もうとっくに高値はいかつけてまだ上がってないっていうことで言うとまだまだそこまで高値まで来てないんで日経平均ほどはこう、えー、短期的な動きはそうじゃない。 ただ中長期では今結構今トピックスのがいい動きになってますがちょっと動きは違うのでまあトピックスがその直近の高値を取ってきた時にまあ次どうなるかなんでしょうけどもまあ日経平均だけちょっと直近の高値だからどうっていうことではないということを申し上げておきたいです、はい、で一応次のページにはその今のトピックスのトレンドラインとかプライスを入れてますということなんですけどもまあ日経平均よりはですね日経平均はえこれここから見るとちょうどこの 9月の高値ぐらいのところからこう行ったり来たりして私がずっと申し上げているのは3万円から3万5000円のボックスですよということを申し上げて、まあ、3万1000円近くなったら買い3万4円5 0 0円になったらまあ売りとは言いませんけども、まあ、少しポジションを減らすとかっていうイメージでずっと4月5月以降お伝えしていると思うんですが、まあ、そういった意味では今これ3万2000円台まで入ってくると、まあ、だいぶ安くなってきたのかなという感じがします。で 今申し上げたところで、えー、これでトピックスのところ。トピックスは、えー、この2021年9月のところってこうなんですよね。はるか上いってるんで、こっちが本当の日本の体温なので、実は強いんですよ。決して大きくは下がっていないので、まあ、中身見ていけばと思います。で、一応確認ですけども、えっ、ー、と、先月1か月はですね、あの、ずっと調子が悪かった、えー、旧マザーズ。マザーズっていうのは、グロース250っていう名前に変わりました。 マザーズっていう成長株進行市場がグロース250要するに小型成長株250銘柄の塊っていう形なんですけどもまあ先月10%上昇してるんですよ。で日経平均は 8%, 8台トピックスは5%台今のここを言ってるんですけどね。えー、いうことなんですがやっぱ小型が上がったなんでですかっていうとアメリカの金利が下がってやっぱ金利が下がってきたってことが大きいんですよ。 逆に言うと、金利が上がっているとき、僕は小型株ダメですよっていうふうに申し上げたと思うんですけども、やっぱ下がっているときっていうのはそうだし、アメリカもそういう動きがついているということだと思います。で、バリューグロース。ですので、えー、金利が下げたときに強いようなメーの日本ではやっぱりこのグロースですね。グロース、トピックスグロース、7%、8%近い上昇。バリューという まああの銀行とかまあ自動車とかまあこういったところがバリューあとバフェットさんの大好きな商社とかもバリューだったんですけどもこういったところにも上がったということでこのらの物色対象はやっぱり金利で変わってくるということなんで今今日冒頭申し上げた日銀とか関係あるのっていうけど関係あると私小型株僕小型株ばっかりやってるから関係ないっていうけどやっぱり世界の金利の動きに影響を受けちゃうんですよ。 その個別の好きな銘柄があってもですよ。ということをまあ、ご理解いただけたらということ。で、そして先月上がったのは、精密機器、電気ということ、エレクトロニクス関係。逆に、えー、紙ミパトかカ,カレヘン工業、銀行建設、その他金融。まあ、こういったバリュー系の銘柄群とか、シクリカル系ですよね。今、石油、原油が下がってるんで。まあ、そういった銘柄群がまあ売られたって形になっています。で、為替はこの時、一応先月末が148円ですけども、今140、今日。 7から5までいきましたから、まあ、一気に円高になっているそうするとやっぱり輸出産業には短期的にはダメージということですただし中長期的にはこれで僕はいいと思っている、はい、でここは一応確認ですけどもトピックスっていうのはこのプライムというほぼこのえー、っとですねこちらにある通りこの5.37とこちらの5.35同じだしスタンダードというのは今旧東証2部なんで5.65ですけども東証2部はもう今なくなりましたと で東証グロースっていうのがあるんですけどもこれが今89%上がってそのグロース250と同じなんで、まあ、今新しい,言い方はプライムスタンダードグロースと言いますけども、まあ、日経平均トピックスグロース、まあ、これで言っても同じなんだよってことなんであまりその辺の指数の関係が、えー、まだ株式を勉強して初めてって方はです、ね、あだって同じなんだよってことは色分けしてるっていうので一応つけてるということになります。はい ここはですね2021年の1月から、えっと、株価の動向日米の株価、えー、ニューヨークダウン S&P500 ナスダックあと日経平均トピックスを載せてるんですけどバーッと見ていくといつも言ってる通りナスダックは2021年の秋に暴落したけれども今年は大暴騰してるんですよ。 今年はだからナスダック買っておけばよかったってことに今まではなってますけども、やっぱここを取れてないと痛いんですけども、まあ、その中で、この赤の、赤の、赤のとかですね、緑が上がってきてる。これ何ですかっていうと、赤が日経平均、えー、この緑がトピックスなんで、実は円ベースで見ると、トピックスってすごいんですよね。だから日本株ダメだとか、いろんなね、あの、ディスる方いますけど、株価見たのかと。日本ベースでは。だと、 ナスダック弱いとか言ってる人もいっぱいいますけどどんだけ上がったんだとこの上昇分かってるのかというところもまあしっかり見ていく必要があると思いますそして一応今申し上げた日本っていうのはナスダックと結構連動しやすいので同じようなものをですね2つだけ抜き出しましたで直近はこちらにある通りナスダックは直近の高値でも一応株価ずっともみ合ってるんですようまくローテーションしながら S&P500 は下がってないでただ直近の高値ここを抜けると えー、この2022年の春のこのプライス、ここぐらいも抜けてくる可能性もあるので、そういった意味では、ナスダックまだ終わってないですよね。そういう意味では、日,日本株下がってますけども、アメリカ株が強いとやっぱり切り返すということもあるんで、やっぱりここは合わせてみてくださいというのが、まあ、一応、えー、見方です。でそれで,でもう一つのポイントなんですけども、ただ今、日経平均上がりましたよね、これを海外投資家目線、ドルにするとどうですかということでいくと、この赤いのが日経平均のドルベースですけど、実は為替でやられて。 円安だからドルベースだと上がってないんですよなので私がよく申し上げているのは海外投資家から見るとまだ日本株は安く見えると日本株から見たらもう3万円になってなんかバブルの値段に近づいてきてるけどって言うけどいや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 あのアメリカ株とかもっと上がってますし実は円ベースみ見たらこんなんですよとで買えなかった理由がやっぱり日本が円安だったからですよ弱い通貨の国買って弱い国弱い国でしょが円高になろうとしてる。 やっと賃金も上がろうとしている、やっとまともになるかなと、そうした中で東証の改革、私、口を酸っぱく申し上げて、なかっていくと、やっぱりここはどこかで注目してくる。今、アメリカが利下げを来年春から始めるっていう見方が今、増えているってありますけれども、やっぱり景気は少しスローダウンするかもな、えー、あとインフレが収まってきたかなということもあり、やっぱり先進国の中では日本っていうのが見直される可能性が特に出てきたということでいくと、相対的には私は強いと思っています。 ただ、全体がやっぱり全体の動きを受けるということ、です、まあ、ここがあるということです。で一応、これは抜き出したものがこんな感じなんで、ナスダックと見ても、だと同じ動きに結局なっちゃったということになります。であと、利益のところ、決、え、算、ー、はもう終わって、今、これからどうなんですかってことなんですけども、EPS、えー、1株当たりの投機利益というのは、ずっとこういうふうになだらかに動くんですけども、1年先の予想です。ほぼ、ほぼっていうか、まあ、少しずれながら、このトピックスと同じような動きをしているのが分かると思います。 一年先のその利益が横ばいになると株価はその実は半年ぐらい前にピークを打っていることが多い。ここもそう、ここもそう。で、今も上がってますよね。ってことは今、ジグザグしてますけども、これがやっぱ上がり続けるうちは下がるんじゃなくて押し目買いでいいということで、私は押し目買いでいいと思っています。ここから下がるとは思ってないです。企業業績が大きく。まあ、ただし、何かしらアメリカが大きなリセッションがあるとかね、えー、本当に世界的な戦争になるとかね。 何かしらこうまたそのコロナみたいなものが入るとかねそういうことがあれば、えー、また短期的にこういうような下げってあるかも分かりませんけども、まあ、そこは多分チャンスになると思うんですが一応基本的にはおしめ買いでいいのかなというふうに思っているということです。であと強気の理由としては何ですかあ目先はんかもたもたしますよ1週間2週間まだまだもたまたする可能性ありますが一応これ10年間のですね PR の水準です。 えー、株価を何年先まで評価しますかっていうもので、だいたい11倍っていうのは11年先、16倍っていうのは16年先まで会社を評価するっていう意味です。そういうものなんですけど、だいたいこの11から16っていうのが、これはあのアイベスって言って、まあ、ブルームバーグとか出てくる1年先の予想みたいな感じのものなんですけどちょ、中間レンジで株価高止まりなのに少し下がってますよね、PR って。上がってないんですよ。本当に 日本は成長するんだと、日本企業って頑張ってるよねと思ったら、プレミアムがつくんですよ。これ、14倍が15倍になるだけでも株価が上がるということです。まあ、1割ぐらいは少なくとも。僕は3万5000円で止めてるのは、まず手堅く、この PR が少し情報上がるだけでも、えー、3万5000円ぐらいでいってもおかしくないなってことで、まず申し上げてるので、まあ、ここは、水準はそうです。で、アメリカ見ると、また19倍まで来てるんですよ、ここ。 これですねアメリカ19倍までまたこれ,10これ19です19まで来ているので、えー、そういう意味では少しまた割高感が出てるタイミング前回1919 19で2回売られてますよね、まあ、今回も超えて売られましたけどそういう中で日本はまだこの真ん中の水準ということでいくとやっぱり日本株にシフトする可能性ってあるのかなと思ってますで次 PBR の話今日ここがですね一番なんかあのうん穴場的な感じであそういう見方あったのかっていうことをあえてリスクを取って申し上げたいんですけど えっとこれは何かというと赤いのが日経平均で緑がですね PBR ってやつです初めての方もアンケート見てると多いので一応 PBR ってなんですか PBR というのは株価純資産倍率で株価を b p s 一株当たりの純資産で割ったものですってことなんですけどこれ1番目で上げろってことでだいぶ株価上がってきましたけどまあそういうのやっててでも平均はというと今どうなんですかっていうとえっと昨日時点で 1.32なんですよ。下に書いてます。1.32。今日、今、売られたんで、株価の分子が売られたんで、えー、少しまた変わってきますけど、一応、そんな感じです。で、今年のですね、7月の3日に1.39まで、1.4近くまで付けてるんですよ。でね、株価ってこれは赤で横ばいでしょでもこれ、PBR で、なんか、右下がりじゃないですか。まあ、仮に1.39まで、 まだ今年の7月の1.39まで戻ったと仮定すると、計算するとですよ。簡単な方程式で。ざくザクッと3万5千300円前後なんですよ。なのでやっぱ3万5千っていうのは、PBR が直近のところまで行けばということです。で、これ超えるのって過去だとだいたいこの1.4ぐらいで止まっていること多いよね。昔はちょっと2013年15年は1.5とか超えてたけどって言いますけども、いいですか。当初の改革をしてるんですよ。 PBR1 倍以下の底を上げて1倍を超えている会社も頑張りましょうで来年の1月からあとで時間があればその,あのスライド後ろの方にあるんですけども1月から企業名を毎月公表していきます1月2月3456とで3月末は決算で6月は株主総会ですやっぱりライハルに向けてやっぱりプレッシャーかかっていくでそうした中で見逃してるあまり関係ないかなっていう中で MBO ってありますね MBO 最近大きな会社であったのご存知ですかね ?MBO 最近あったの知ってる人いますかあの当てませんよ当てませんよ。はい。半分ぐらい。3分の1か。やっぱり3分の1ぐらいしかご存知ないっていうこともあるということはやっぱ説明しますね。で、それでいくと MBO っていうのはマネジメントバイアウトっていう言い方をするんですけども何かというと企業がもう株主うるさいし要は投資家がねアクティビストとかもう上場やめるわと。もうやる気のない会社。 上場する意味のない会社。これが上場廃止なんです。昔で敵対的買収っていう、今はそういう言い方はしないんですけどね。これも OK になったんです、実は法律で。なので、いろんなことが起こることイコール、これ PPR 上がるんですよ。なので、これがやっぱ起きてくるので、EPS が伸びないから、企業業 s が伸びないからとか、そんなちっちゃな議論をするつもりはなくって、日本の企業が大きく変わろうとしているので、変わっていくだろう。 あと今回10月に出た、あの、当初から出たペーパーの中には、ファンドマネージャーとか、あと年金をね、例えば皆様の企業年金とか、国の年金を運用してる運用,運用のね、この方々にもっと株主として言えと、企業にと。いうふうに圧力かけるように変わっちゃいましたんで、で、兄さんも始まりますよね。皆さん株主になりますよね。やっぱりみんな言うじゃないですか。やっぱり圧力かかるわけですよ。するとやっぱりここ上がっていきますよねと。で、 これね日本の PBR って低すぎるんですよ、世界に比べて。世界収集中に近づくということも含めていくと、やっぱり日本の大型株っていいよねって形になるので、でさっきのこれで、えー、このってないですかね、えっと、低い理由はこ、この ROE っていうのがあって、日本はだい大体9、まあ、8%を超えましょうって一応、平均で9超えてるんですけども、アメリカの S&P500 って20%近いんですよ、ヨーロッパが半分ぐらいです。 これさっきの20ページに載せてますけどっていうのがあってこれを稼いでないから PBR が低いんですってことは稼ぐと皆さん会社の給料払いますよねそれ以上にでそことリンクしてるんですよ企業が稼げってことはちゃんと上場してる会社の給料が出るってことですよ上場廃止になった会社多分リストラするんでしょうねいろいろねいろんなこと寂しいことをするような気がしますとか怒ったりとか あ,りますあと今日もつい,ついでにというか申し上げたいのは、日本株が上がる材料として大事なのは、やっぱり今言われてる、日銀と連動してますけども、春闘っていう、まあ、今、上場会社の中で組合入ってる方、だいぶ少なくなったんですけども、それでもやっぱり給料を上げていこうということがいい流れ、それと、あと10年、あまりこれ報道されてなくて、ちっちゃく新聞載ってるぐらいなんで、 すっ飛ばしている方もいると思いますけども、最低賃金が10年後にいくらになるか知っている方いますか？当てませんよ。今ちなみに1000円です。それが10年後にいくらになるかって知ってますね。皆さんご存知ないですあまり報道してないからです。皆様が知らないってわけで報道あまりしてないから、10年後に1500円って言ってるんですよ。そうするとま遠、あ、いまあその就職してない方とかね。まあ、特にバイトだけとかっていう底上げにもなるんですよ。 だから、大手企業だけじゃなくて、そっち上がらないじゃないかって言うけども、そこも上がっていくっていうことは、企業は1,500円以上払わないと、もう雇えないってことなんですよ。辞めますか稼ぎますかっていう話なんですよ。なので、やっぱりそこがじり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 聞いてくるんで、まあ、最低賃金の話で10年間かかっちゃいますけども、まあ、なぜ方向としては買い でいいいのかなというううに見ていいるるということとこがあるという意味ではここからさっきの日銀がねいつ利上げをするんですかどうですかっていうとそこにつながるんですけどもやっぱり賃金を上げる上がっていくそれがちゃんと方向づけるあとやっぱ2%ぐらいの成長がいくようになっていくこれが確認できるまで金利は上げれないと思いますその中で来年アメリカどっかで年前半か中盤ぐらいから利下げするわけでしょそうするとやっぱり うん、やっぱり利上げは再来年で、とりあえずマイナス金の解除は年の初めなのかなぐらいなので、そうするとですよ、やっぱりそこで下がったところは僕は絶好のチャンスだと思っていると。あの、天変地異とかさっき申し上げたね、えー、なんかまた疫病が流行るとか、戦争とか、アメリカが大暮らしとか、なんか中国がめちゃくちゃおかしくないとか、ない限りは大丈夫だと思います。っていうのは一応繰り返し申し上げておきます。はい。えっ、ー、と。 そこぐらいですかねで一応大体今、えー、とお話はしました、えー、それ以外はあのこの間申し上げたこの辺の東証、えー、の改革の絡みの話とかを少し載せてるんですけど、えー、と一応質疑の前にちょっと申し上げておくとというかこれをね説明したらこんな説明時間使うなって言いますけど本当にマーケットをぶれてるんで僕はその過去を言ったことも含めて、えー ちゃんと何を言ったかを伝えたかったんですけどそんなものはいらないって言うけどいや僕それ間違ってると思うんですよあえてもう誰か分かんないけど、えっと、そういう質問があったんですねでやっぱりまあ外れてる方当たってる方って言い方おかしいですけども自分が過去言った物事に責任を持てない人の話は僕必要はないと思ってるんですよ僕は当たろうが間違おうがいいんですでそれ間違えましたでも理由はこうでしただから間違えたこれからこうもうそれでいいじゃないですか 当たりましたって自慢するんじゃなくて、でもこれがこうなったからこうなりましたと。それやっぱり言っていかないと、聞いてる方々、またあいつコロコロ言い方変えてと。で、な島さん、なんか、あのなんか、えっ、ー、と、なんか年初弱気だったよね。だから、だから僕、その、上がる前に買いましたよ、強気に。それを見てない方が言われてるんで、一応反論しておきます。で、それで、えっ、ー、と、一応今回、次回ですね、12月、12月7日、今日はやってますけども、今度大阪のライブは2月9日です。これ、えっ、ー、と、ページ数は46ページです。で、 1> 次、1月12日です。前回こちらでですね、僕1月11日って言っちゃったんですよ。今、木曜日やってたんですけども、一応今まで通り、また金曜日に、第2金曜日に戻ります。要するに S q の日に僕はしたいんで、すも。マーケット動きも、だいたい天族になりやすいから僕は S q にしてるということなんですけども、まあ、S q の日、12日にします。これ東京です。 で東京のライブは次3月8日ということですので今日大阪に今日ライブで来てらっしゃる今日本当満員御本当ありがとうございます中では2月の9日になるということをお伝えしますあとはあのテレビの方はですね CNBC とかテレビ東京とかまあいろいろ雑誌の方とかいろいろ載ってるということで、まあ、このあたりも気になればあのできるだけ変わった時の情報を申し上げますんで気になるなと思ったらその近くで何かこう出てるところ見てもらうと,といいようにします はい、とりあえず今7時30分以上喋りましたので、一こ所で切りたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。